今日はこれですね、ゴルガリアドベンチャーで出ますが、ハリボーさんだっけ、ハリボーさん、グミ、ハリボーグミってありますよね。あれ結構美味しいですね。昔なんか海外というか、アメリカ PT か、行くときにはですね、お土産でハリボーをめっちゃ買ってましたね。日本でも買えるんだけど、別に。その食べやすい。安くて、その配りやすくて、かつ食べやすい。もらった方も食べやすいんで、これはね、お土産向きってことで、定番になりましたね。ヨーリオン。相手の方のデッキは、ヨーリオン、セレズニア、ランプ、フード。うわ、なんか相性悪そう。無情の子、でも一応あれか、ガチョウとか入ってんのか。初手としては全然良くないけどな。いや、どうしようか、これ。マリガンすっか、あんまり、こういうふうよりも自分でプレッシャーかける方がいいな。良くはないか。マシか。2ターン目なんで、で、グレートフィンジの方がいらないかな。いや、もうこれでいいか。強くない。 まあでもいいだろう。アドベンチャーっぽいカード、来たけど、いいか、もらっとこう。3ターン目にポンっておきたいんだよな、グレート返事もあるし。って考えると、2ターン目南米よりも、これって可能性もあるけどね。普通の南米の方がいいかな。3ターン目ダウンフォールから4ターン目、これの5ターン目グレート返事もあり得る。結構2ターン目にね、タップインの次ってガチョウがあって、マナクリアのピンピンのあいつですね。がいるから、まあまあ除去打つんだよな。難しいな。あれか、7の追放するアーティファクト、ガラスの棺も一応入ってる。そっちのパターンもあり得るか。パンクスパターンもある。こっちから行くか。除去打たないんだったら、こっちの方から打点は出る。かつ、まあこっち引いたらグレート返事もあるから、これパターン、こっから行ってにするか。おお、いろいろとだな、これ。どうしようかな、エッジウォール。でも4マーでそんな大した行動はないか。ウォズライよりも、もうエッジウォールとは南米で行くか。追放もいるからな。アドバンテージよりも全然の方がいい感もあるから、除去をここで1個使わせてからの野獣の方がいい気がする。でも何でやダメージ投げれるし、パンクズ。なるほど。5万円と何かある。エルカツ、5万エルカツか。むずいな。なんかあんまりヨーリオンは現状出てきても、ヨーリオンはなんかね、ダウンフォールした方がいいから、まあこのターン、マナクリダウンフォールするよりかは、野獣出してドローしてフルパンの方が、野獣出してドローして、土地引かず、スライ。エッジウォールをブロックはあり得る。くれー。結構タップインが多いデッキだからな。セルタングレートヘンジはまあまあ出なそうだな、その除去がないとしても。とはいえ、スカイクレーブの亡霊322の追放するやつが4枚入ってるんで、結構
この野獣さんは死にそうだけど、こんなフード食ってくんないかな。パクッつって、はい、お、なんもない。タップインク、どうしようかな。なんで2個食った方がいいか。ラストコマ入ってないから、打点、マジ打点だな。インスタントで特別攻められることもないから食べちゃう。で、9点。フード食っての残り10かな。9か。少ない。いやもう今はいらん。グレートヒンジを置くんだったら2マナ以下のクリーチャーがよくて、そうじゃないんだったらまあね、ワンホール打ってってするから、まあ1のアクション欲しいよね。あれは楽しい。まあ、ライフはまあかなり詰まってもいるので、見れるかな。ウルタツで野獣を切って、ディビアンプレイしたいな。ダメか。まあ、マンモスはあり、相手の墓地もないから、まあ一応結構攻めれるっちゃ攻めれる。マンモスか。5点殴って4止める。次のアクション全部でもあれなんだよな全部のアクションが重くなる。まあしょうがないか。5点投げって何もするか。こっち置きたい感もあるから難しいよな。あ、強っ。ジャンコール打てないよな。強い。フォールって投げるか。なんでやられちゃうとまずいけど、また勝っとるやんあ、まあ、なんかそう考えればマンモスで勝つよりもこれシプレイしてランドって俺らよかったか。いや、こんなミスったな。普通に肉だったらなんで殴って勝つんだから、そうか、普通にタップインの上ではよかったね。はい学びで、どうしようかな。デュレスって感じでもないかな。サイドフォードでは空の粉砕、ガラスの棺、南米はちょこっと入るかも。なんか南米に変な点々ついてね。気のせいか。ビビアン、まあまあこの辺だなって考えたら、まあデュレスは全然ありか。まあ、一応土地が5枚にパンくず、一旦見れてればパンくずが抜けて、太陽神のお告げもまあ邪魔だし、グレートヘンジもあるから、結構でもやっぱラスを抜きたいよね。だからこういうなんかね、肉デッキなのにラスが入ってると非常に攻めづらいし、ラメもあっちゃうから、まあデュレスはあり、デュレスはありだな。ポルクラムスちょっと弱いから、ポルクラムス減らして、除去はまあ別にいいか。無情な行動とかもあってもいいか。なんではまあエルカツの回収を防ぎたいが、まあでもまあまあ巨人が脱出レイとかもないから、まあ3枚のままでもいいかな。でこの騎士様あんま強くないよな。これで毎回抜いちゃうんだよな。でただまあデュリス3入れるか微妙だな。別になんかそのラスもね、必ず毎回4ターン目に食らうわけでもないから、まあ、結構後半に打ってもいい。なんか5ターン目とか4ターン目に打つイメージでもいいから、まあ、2枚ぐらいでもいいかな。で、まあ、やっぱりガラク入れていいかな。これもう1枚騎士団抜いてガラク入れて、ロングレンジなゲームを見てもいい。ガラク、まあ、エルカツがきついけども、エルカツだけっちゃだけだから、まあ、こうするか。むずいなぁ。デュレス3枚入れた方がいいかもな。難しい。クリンズオーカープランの場合は相手のね、エルカツを抜きたいし。で、まあ、今日、まあ、今日はエルカツなのかな。そう考えると2点は。エルカツが一番抜きたくて、サイドがラスも入ってくるから、ラスを抜くことにも価値があるっていう、あれで。はいはいはい。まあ、巨人でね、野獣プランで、タップイン、タップインだから、現状。
うん、まあ、除去の意味はちょっと微妙だったかもな、これ。いや、まあ、マリガンスでよかったか。3ターン目に野獣が出るとも限らなくて、なんか、ポルカナスもあんまり、いや、ポルカナスゼロでもよかったか。いや、でもまあ、いや、脱出は1枚は欲しいか。むずい、むずいぞ、これ。マリガンでよかった気もするな。難しいな。除去もないからな。やっぱ2ターン目に、1ターン目のやっぱガチョウからの、防げないし、あ、森引いた。ゲド3ターン目にアンタップインしたい。まあでも、いやこれ1-1-1-1で動きたいから。ピン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 って動けば、ちょっと早いし。お、エッジウォール。ただ、これは3ターン目に出るとも限らないから、そっちから行っちゃう。で、沼を持ってて、で、アンタップイン引いたら野獣プレイでよくて、引かなかったらポンポンですね。ワンピース、はい。引かなかった。で、2点殴って、エッジウォールから、ピンピンで、引いたの振り抜くしかないけど、すごいリソースは別に使ってない。これでエッジウォールが追放。シュー、そしたらこれだけ投げる。これはポルちゃんでいいか、このターンは。野獣出す意味もあんまりない。エルカツは嫌だけど。まあ、裏返しはエルカツだけかな。他野獣は、まあね、他の方法でも死ぬけど、ポルカノスだったらラスにもまあ一応いいし。うん、エルカツだけ食らうときついが、まあ2枚しか入ってないし、こっちから行こう。はい、あ、ポルちゃん、これもきついわ。まあいいか。はい。ランジラス打たれたら美味しいから何で出すか、これは。クロクロクロに意味はあるかな。二度目でも出たら何で出すか。これ、ヨーリオン来ると、すごいことが起きる。44とピンピンが出る代わりに、野獣とナンデーが追放されて、相手の盤面がヨーリオンで、しかもフードが出る。すごい。スカイクレーブの亡霊と野獣、ヨーリオン相性いいな。トークン出るの嫌だなとか思ってたけど、トークン誤差だな。さすがにトークン誤差だな、これ。グレート返事出ない。今7マナだよね。いや、これ出る。7マナでプレイが可能。なるほど。グレート返事出たら結構すごいけど、あー、ヨーリオン恐れていた方が来てしまったか。なんでと野獣が追放されて、はい、フォークンが出てる。水よつよのつよだな。グレートヘンジも別にプレイできないし、4人かプレイできるか。5マナでプレイしてた。1引き倍、ちょ1枚引ける。うーん、どうしよっかな。これこの手の場にもグレートヘンジ出てくる。うん、とりあえずフルパンするとここがブロックで、ここブロック、ブロック、いや全然惜しくない。これだけか。どうしようね。グレートヘンジプレイした場合、かなりテンポ悪いんだよな。次のターンも投げれなくなってしまう。が、5-5 だけ出しても、ここはもうじっくり腰で戦う方がいいか。
電子レンジ置いちゃって、これかな。まあ、トークン出してもいい、これ。微妙なトークン出すとあんまり価値ないよな。まあでも、殴りづらくはなるか、相手のヨーリオンが。ラスされたら、まあ、こっちの方が優位ではあるから、まあいいだろう。ラスは打ってくれっつって。こうするか。で、とりあえず、グレード返事をプレイ。はい。からの、お肉がなければいいんだけど、あると、いいよ。ウーダだとカムターンをして弱めのアクションだからな、まあ。はい、ガチョウ強いー。つ、強ー。1、3なんか強いなー。はい。この辺、デュレスとか引けるといいんだけどね。この辺、デュレスで相手ちょっと、これを抜きたい気持ちはあるけど。お、デュレス素晴らしい。これで、セルフカツとかなんかその辺の、ヨーリオンとボーリ、やべえ無限ヨーリオンじゃん。いやー、ヨーリオンすごっ。これでスカイクレイブの亡霊で、まあトークン、うん、まあ、まあ全滅だな、こっちの場面また。凄まじいなぁ、デッキ。いや、強っ。ミッドレンジキラーって感じだな。いや、最近ね、ミッドレンジキラー多いんすよね。まあヨーリオン基本全部ミッドレンジキラーなんだけど、ミッドレンジ絶対殺すマンがね、非常に増えてるんですね。白がない。このターンでは料理をプレイしない？まあ土地からプレイするかもしれないけど。ガチョウで色物さもったいないよな。でもどうせ問題ないから、どうせ食べるからまあまあいいのか。ガチョウで、まあ白物出しつつ、緑物で、起動かな。うん。はい。白物使う。エルカツ、はい。そう、デッキの上からね、エルカツ来る場合、対応できないんですよね。エルカツが一番きつくて抜きたかったんだけど、そう、これ、このプランはね、無理。トップに置いてるプランは対応できず。まあ、負けか、これは。さすがにもう無理っぽいな。相手だけグレートヒンジがあってだから。で、これ全部でまだ追放されちゃうし。まあ、次行くか。スカイクレイブの亡霊やばいな。触んないと無理だな、これ。どうしようかな。亡霊やっぱり複数枚引かれちゃって、ヨーリオンだとまずいですね。また、ヨーリオンも2枚しか入ってなくて、エルカツも2枚しか入ってないから、まあそんなこういう事態は起きないはずではあるってところで、まあ希望を持っていくか。もう一回同じように引きされちゃうとさすがに負けそうだな。ただ、ポルグノスは大事に使うものあったか。ポルグノスはもう格闘まで出さないみたいな感じかな。うん。やっぱり2枚しか入ってないから、基本トップドローの方が多そうだな、エルカツ。あんま手に持ってないよな。うん。ディレス微妙かな。もうトップドローだからもう、打たれたらしょうがないプランつってもな。ただまあ、ハンドル貯めておいて、プレイされることもあるから、まあ、ちょっとはディレス欲しいな。いやー、あっちが多かったな、これ。ディレスじゃなくて、あの、2マナの方。ヨーリオンを抜きたいんだよね。ヨーリオンな、絶対にプレイされちゃうからな、このデッキだと。で、グレートヘンジとかパンクズも触れないから、ちょっと相性悪そうだな。苦しいな。ちょっと非常に苦しい。で、ラスも入ってくるから、クソビートプランもちょっと取りづらいしね。はい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 。やるか、これは。森からエッジウォールプラス騎士、うん、で次のターンは神殺しを置かざるを得ないかな。置いてデュレスとかなりそうだ。はい、ガチョウ来るか来ない。
と、これをボルトインして、ワンボマンボス、あー2枚しか入ってないからその棺強い。何ですか？これも熱が来るとかね。うん、スカイクレーブの亡霊で除去除去みたいな感じで置かれちゃうと苦しいっす。はいはい、これはランプちゃんって結構除去ある、除去ある、さすがダウンフォールからでいいかな。で、5点じゃ6点マンモス、やはりいいクロックだな。白白白のくらい2で、俺白マナ探しに行ってるのかな。パンクズ、シュア、デュレス、デュレス、うん、とりあえずデュレス打つかな、これは。うわぁ うわぁ打つターンずれたか。どうするか、入ってないはずでは。あー白マナ引いてる、強い。これでガラスの棺ブリンクでマンモスが追放される、かつ3点ゲームもできちゃう、完璧じゃん。あ、棺が強しないんだ、なるほど。バトンを受けて、あ、土地悲観、くぅ、土地欲しいなぁ、きついなぁ。いや、これミスったか、土地置いたらよかったかな、ここも。土地置いちゃって、それで、今よかったか。いや、ミスった、ここは。どうせ5-5だったら、まあ、倒す、いや、毎日なんだよなぁ。で、もう一回ヨーリオン。ただ、これでヨーリオンも全部無駄に使わせられたから、一応、あんまり強い状態ではない感じ。まあ、そろそろ多分3点ゲインをするでしょう。土地引けるといいな、このターンで。まあ除去か土地ですね。除去でもいいけど、まあ、土地の方が基本的には嬉しい。フェッチとかすごくいいですね。はい、弱い、苦しいな、苦しい。ボールが全然強くないな。いや、何もするな。いや、難しかったな、そこ。ボルクラノス、まあ、ボルクラノス出すか。何でもありだし、ありだけど。これ、エルカだったのやばいけど、スクライで下下、下下でもあるから、ちょっともうここでデュレス打つのは、さすがにきついですね。スカイクレーブの亡霊も何もかも全部きついが、ここでフード避ける感じだとちょっと希望は持てる。ライファディスめっちゃ多いからな。はい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 、ダノエル、まあ、ここでレースはまああり。
土地どこだ土地はもう引かん。ノーリオン食べて二体パンチはちょっとな、場が弱くなっちゃうよな。ヨーリオンとかさんとは、まあ、ポルカの先殴って幻想化でブロックされてデュレスからなんでっていう動き、フードがある以上結構微妙なんだよな、難しいな。ビビアンでもまあいや、点通る、マナが大事。デュエス、ああ危ない危ない危ない、やられるか。ランデー出して終わり。いやー苦しいなー、引かないなー土地。はい、ドライフは原因される。これランデーです。ルーン食ったらよかったかな。亡霊きつい、いやー亡霊亡霊半端ないな、あのカード。ポルクラノスが追放はされるとして、マンデーが一応それから殴れはする。土地を引ければまんまと投げれるんだよな。あんま土地を引けるかどうかなんだけど、すべてはなんとかなんとか土地引いてほしいな。そろそろ引けるはず。ちょランド26だから結構引くはずではあるんですよね、土地は。頼む、助けてくれ。よしよし、まあ、まあ、まあ、沼はちょっと弱いけど、こっちの中では一番弱いけど、まあ、まあいいでしょう。お、ヨーリオン倒した。ヨーリオン倒すからビビアンがちょっと安定して出るようにはなるから、ヨーリオン倒しに行っていい気はする。ここで幻想化だけだと開始死んじゃうからね、ビビアンが。それでマナ払って融合にして、ヨーリオンとか処理してちょっとビビアンも出るようになったけど、でも先なんでプレイの全然あるけどね。フード食べるよと。狼強い。フードだったらもう存在しないか。じゃこれビビアン出せばか、エルカツがなければだな。だいぶ盤面は優位になれるかな。マンモスがとりあえずこのターン追放されて、はい、あ、オオカミ、なるほど。なるほど、むずいな。除去除去だとやばいけど、除去だけだったら、まあでもあれか、いや除去だけでもきついな。年齢はちょっとやりたくないから、まあまあもうこれで全部出すか。なるでいくか。あ、ミスった。これ先に投げてもよかったか、マンモスで。そんなこともないか。いや、もうない。土地引きたーい。フェッチサクラがいいな。あるいは状況なんだけど、号令でとりあえず野獣かな、ここは。はい、あとあの3枚の反応が何かなんだよな。ドキドキするな。うわー、フード。ベスト、それはベストカード。つえー、手に出せない、土地がない、くぅダメだ。負けてそう。もうこれエンドに狼で見て食べるでしょ。
大体あじゃタップインカードチップきつい、きついな。もしかトランプルときでどっちがいいかな。トランプしよっか。ヘルカツ来そうだよな。一応ただこれグレートヘンジが何でプレイできるようになるから、まだまだあの目はあるけど、もうこの2個のパンクで強いな。このターンのアクションパンクズが最強なんですよね。ヘルカスとか全然マシだった。うわははは、3枚目の亡霊、あー4枚もう全部おい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 、そのデッキの除去ほぼ全部ヒドリアン、もうちょっと引きすぎでしょ。それは引きすぎでしょ。まずエルズペスが死ぬのはもう確定した。とりあえずビビアンか、ビビアンが死ぬのは確定している。でトークンとデスタッチだけが残されて、ここでトークンを消さないからマンモス消して、ガラスの棺でトークン消して、フルバンビビアンで、あでも亡霊を倒す必要はもうないのか、ヨーリオンがもう存在しないから。一応狼倒すなるときついからガラスの棺でデスタッチ消すのかな。これ狼相手残したいよな。多分どうするんだろう。じゃあ狼は諦めると。じゃあ狼と毒沼の騎士、腐れ沼の騎士の交換ってことですね。まあフルパンしかなさそうだけどな。これでグレートヘンジもまた腐ってしまったので苦しいですね。フルパン以外なさそうだけどな。ここは除去したんだったらフルパンかな。はい、今俺はしょうがないからここ止めるしかないんだけど、目玉の1個しかないのがきついんですよね。ランデーが非常にちっちゃいんで、いやーなんマンモスか、除去欲しいんだけどな。ヨーリオンだけは追放しないともゲームにならなくなっちゃうから、ヨーリオン追放しとこう。あーやっぱナフヒダ沼じゃなかったらな沼だとマジきつい。でこれあのブリンクくんでもきついからな。このナンディエが残ってくれてたらだいぶいけるんだけど、まだチャンスはあるんだけど、ここしたいな。ドロー次第ですね。ゲスト強いよ。ドローも相手なんだよ。もうもう全部強いな。なんでかもう耐えきれてないかなこれ。いやー引き強い。ボールでもさ引きすぎだろちょっと。おいもうもうちょっとさ弱いといっぱい入ってるでしょ。ういやー負けだー、強すぎー。そうよーいや亡霊が一番強いんだよ。あとガラスの棺、そこ5枚は引きすぎだろう。くいかれた、強かった。いやもうちょっと控えめにしてほしかったなーっつって。